ラベガスレールズ、怪しげなクラブって感じ。入り口は裏通り、定番よね、怪しいクラブの。オーナー分かったの？ああ、ホーネットに聞いたけど分からなかった。ハスラーたちの栄誉の壁ね。安物の葉巻の匂いもする。あ、ジミートルリだ。彼の店だったんだもんね。うわ、何これ、すごい。本当。ビリヤード台に血の跡がある。ここが第一現場みたいね。血痕のパターン。